マネーが描いた絵のモデルとして有名なんだけど、まあ、本人も画家なわけですよ。で、印象派に参加した画家なんだよね。で、印象派の周辺にはさ、例えばモネとかルノアールとかピサロとか、そういう庶民階級出身の若い子、やる気あふれるカフェゲルボアで会見あげてた仲間たちのグループとさ、それ以外にマネ先輩とかドガとか、あるいはこのベルト・モリゾとか、そういうパリのブルジョワ社交界、お金持ち社交界、そのグループとこう2派あるんだよ。で、後にこのドガ派とマネ派がこう対立するなんかも、結構そこに根っこがあったりするんだよね。だ、その辺の話をしていこうと思うんだけど、このベルト・モリゾ一家っていうのはちょうどそのもう間で二派の間でこういろいろピサロと一緒に、その庶民派の鳥なし代表がピサロだとすれば、ブルジョワ派の鳥なし代表がモリゾとマネ弟なんだよ。この辺でもういつもドガ先輩に困らされながらなんとかこう印象派を続けてったっていう感じなんだけれども、このモリゾ一家はそういうこう両派を取り持つだけじゃなくってね、ゾラとかマラルメとか、まあ、マラルメの弟子のバレリーとか、そういう文学者ともすごい付き合いが深くて、あの19世紀末のフランス文化をこうなんていうのかな、いろんな人脈を結ぶキーパーソンになった人たちなんだよね。